学函館校吹奏楽団団長の伊藤佳穂、副団長の古川真由、同じく副団長の猪狩桃香、そして学生式です。私たち吹奏楽団は12月17日日曜日にウィンターコンサート2023を開催いたします。第1部はクラシックステージ。今年生誕70周年を迎え、11月に最新作が公開されたゴジラより、吹奏楽のためのゴジラファンタジーや鍵盤楽器の魅力が光る盤上の敵など個性豊かな曲を。第2部はオリジナルステージとして、全日本吹奏楽コンクールで演奏した課題曲3レトロと、今年3月に惜しくも亡くなられた坂本龍一作曲エルマーメディテラーニを。第3部はポップスステージ。公開当時大ブームを巻き起こした宇宙戦艦ヤマトより、宮川親子が作編曲した組曲宇宙戦艦ヤマトや、ディズニー映画よりリトルマーメイドメドレーほか、坂本龍一冬の名曲戦場のメリークリスマスなど、聴き応えのある曲をお届けいたします。会場は函館市芸術ホール、4時半会場、5時開演。チケットは前売り、当日ともに1000円で、当団団員から購入できるほか、当団公式ホームページから取り置きすることもできます。今回のウィンターコンサート2023は、有名作曲家の作品をよりすぐりましたので、皆さんに絶対絶対楽しんでいただけること間違いなし。団員一同、皆様のご来場をお待ちしてます。